サッカーね、ちょっとね、セモさん、今の名を京志郎と知り合いだったんですかっていうので、うんうん、あの京志郎と確かに私は一緒にコンサートやったりしてたんですよ。そうなの、ピースボート時代にあのタイマースってやってたの知ってる、はい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 、あの京志郎がね、はいはい、でこれで燃え上がる恋だったその今やっぱりそうやってそのミュージシャンだったりとかアーティストだったりとかそういった方がそのこう政治的な発言をするってすごく減りましたよね。なんかそういう人がもっと増えてほしいなって思うんですけどね。なんかこの間だからウクライナの戦争があって世界がこう軍拡方向に流れていくことへの懸念だと思うんだけれども、うん、あの桑田佳祐さんがサザンのね、あの呼びかけて、世界に通ずる戦略能力、チャートさ、で、新しい、ネットで見れるんだけど、世界に通ずる人格、私チャーも好きで、まあ同世代同世代チャーの方がちょっと上なんで、上かもしれない、そうそう、うん、やっぱりミュージシャンとかもすごいこう活動あるから、もう一回少しずつし始めてるんじゃないかなっていう感じがしてる。でそのこの政治に関わりだしたこと、長野県上田市出身で長野選挙区から3名郷津武氏、畑二郎氏、杉尾秀哉氏にご指導をいただいて、去年の、参議院選挙の衆議院選挙で、チラシ3600通ぐらいですね、世帯くらい配ったりとかさせていただいて、で投票率が全然上がんなくて、杉尾さんの時は投票率が67とかですよ、全国1位の長野県、投票率で、そのそれが実現する県なんですけども、今回投票率が悪くて衆議院の時にで投票率が上がんないと選挙制度を見直せないと思うんですよ。高野さんごめんなさい、ちょっと多くの方にご発言いただきたいんでちょっとポイントを絞っていただけると、はい、ここで、はい、また雄一郎さんあの見えていく選挙制度、野党共闘という点でよろしくお願いします。ありがとうございます。これは投票率の低さについてはいろんなところで申し上げたことはあるんですけど、残念ですよね。 50% 前後です。 そうですね、それで民主党政権ができた時は 70% ありまして、うん、やっぱりあの時に十分に期待に応えられなかったこともありますし、その後約2000万人の方が投票所から足を遠ざけられた。ですからそういう皆様にどうすれば振り向いていただけるのか、は私どもの支持率なんですね、力魅力が問われていると思います。人気が、はい、やっぱり片や一方ですね、その国によっては投票を義務化している国がありまして、投票に行かなければ例えば5000円の罰金とか、それから、はい、運転免許書き換えられないとか、はい、オーストラリアとかシンガポールみたいな国は投票率がやっぱり 90% 超えてると言われてます。なんとかしなと、それより私理想的だと思うのはやっぱり北欧諸国でして、非常にその小さい時から学校教育や家庭でいわゆる社会の当事者として、有権者を育てていくということが明確なんですね。はい、でも誰に言われるでもなく、とにかく18歳になったら当たり前のように10代20代も投票率 90% 超えてると。これがやっぱり理想だなと。出席率くらいでそのくらい行きたいですよね。本当に理想だなと思っています。ただこれはもう本当に気の長い話で、今日は直ちにというわけにはいかないんですが、そういう本当に社会の当事者として子どもたちをが成長するのを大人社会としてサポートしていくと、
というのが一番大事なことじゃないかと思ってます。選挙制度については今小選挙区制度です。で、私自身のこれは全く私見ですが、やがてはこの市議票の多い制度じゃなくてですね、中選挙区に戻せという声もありますが、あれだとやっぱり派閥政治、金権政治に戻りますから、むしろヨーロッパ型の比例代表制に移行していくことも一つの選択肢じゃないかと、全くの試験ですけども、そう感じたりしています。中村さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと次お待ちの方いらっしゃるんで、ごめんなさいね、はい、ありがとうございます。させていただきたいと思います。いただきたいと思います。まずでは翔太郎、中村さん、どうぞ。それで皆様、本当に一人でも多くの方に、せっかく今日は代表もお見えですし、お声をいただきたいので、できれば本当に1分2分でちょっとポイントまとめていただけるとありがたいです。では中村さん、どうぞ。はい、ですね、現在はね、市議会選挙の手伝いして今帰ってきたところです。で、小川さんに一言と、政治にご意見と日本の状況についてちょっと軽く2、3行ずつぐらい述べたいと思います。簡潔にお願いしますね。はい、小川さんに一言、私震災で被災地支援に行ったんですけども、民主党政権のせいじゃないよ、震災の対処があったから、だからその時に期待に応えられなかったとおっしゃってましたけれども、それが小川さんに一言言いたいですね。それで、政治に対してご意見と日本の条件について、ベビーム段階の世代の、父親、母親の世代が、介護を必要とするかもしれない。もしくは、自分子供いないんですが、ちらほらというか、ほとんどの人が子供を持つことになって、学費がかかるときと、その介護がトラブルで作るっていう、そういう状況に、原点、民主党ができた畑勤さんの長野県の横のつながり、仕事の関係、長いつながりがまだ健在で、で、そういったこととか、日本の今の現状で自民党とその暫定政権みたいなのが、と民主党のバランスが警告期的に取れていって、政治のその、状態が非常に、畑勤さんの上田っていうところは非常に良くて、ちょっとポイント絞ってください。すいません、長くなっちゃいました。ごめんなさい。以上ですか？はい、ありがとうございます。政権の時にもちろん震災という大きなプレッシャーもありました。原発事故もありました、はい、できたことをやれてたこともある一方、反省も多いということで、ここは本当に等身大でしっかり対処がやっぱり振り返らなきゃいけないことだと思いますね。大変だって、はい、それはもうおっしゃる通りです。それから、長野県はおっしゃったように、畑勤先生のその遺産といいますか、非常にこう野党の原点の見つける勢力が案があるんですよね。じゃあ、かみさん、ごめんなさい。ちょっと喋ってますので、喋らして。はい。という、政治的資産が他県に増してあって、結果として与野党の勢力図は、非常に他県に比べるとバランスがいいんじゃないかな、というふうに受け止めています。そういう状況が全国にあると、今の政治地図は随分変わってくるだろうという気がしてます。人口構成が随分違うので、やっぱ若い世代が圧倒的に多い時代だったんですよ。で、これは当時世界的に若い世代の政治運動っていうのは日本だけじゃなくて、プラハの春にせよ何にせよ盛り上がってる時代なんですよね。だからそういう世界的青春時代だったという背景もあると思いますね。田原さん、はい、田原さん、はい、どうぞ。よろしいですか。田原さんはおっしゃったように、畑勤先生のその遺産といいますか、非常にこう野党にも言ってる勢力があるんですよね。中村さん、ごめんなさい、ちょっと喋ってますので。自民党内の総裁の椅子をめぐる壮絶な戦い、これを36歳、この時自由党副幹事長。
新しい保守党誕生に向けて自由党から日本民主党への呼びかけの書をしたためたのも田中である。彼の野望は広がっている。また戦後の焼け跡から一から出直さなくなってはいけませんようになりました。皆さんと共に頑張りたいと思います。日本国万歳！万歳！内閣総理大臣に指名することに決まりました。この際非常に複雑な表情です。息子が長野県は当選しましたというふうに言われてます。で、羽田の息子は一人コロナで死んだんだよね。立憲民主党の。で、その羽田孝さんのに関して総裁はどう思われますかということなんですか。羽田勉に関してか。勉さんなんですか、ね。うん。はい。一番親父だね、ほんなら。はい。総理大臣 やったわけだけど、もちろん国葬に値する人間です。勤務です。はい。ね。はい。はい、だから、羽田勉という人は私も知ってるけれどもね、人物は非常に温厚な、悪いことは絶対やらない。非常に、人物は立派だけども。ただ、スケールの大きい国際政治を理解するような人物ではなかったと思います。だから、まあ、人物人柄は立派な人、息子もそういう親父の血を受け継いで、決して悪い人ではなかったと思っております。たくさんの皆さんにお集まりをいただいたり、足を止めていただき、本当にありがとうございます。立憲民主党代表の江田明夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。大事な対応ありますよ。物価が上がっているのは、原油が上がってる、小麦が上がってる。国際的には価格が上がってるのはそうだけど、ついでに日本は円が安いから余計輸入物価が上がってる。円を高くすればいいんですよ。十数年前、円が高すぎた時に円を売ってドルをたくさん買ってるんです。買った当社ですから、も官房長官経産大臣で、あの時山ほどドルを買ってるんです。その後売ったという話は報告されてません。あの時買ったドルを売って円を買う。これで円は一定程度上がります。円がこれから以上値下がりしないようにすることで物価高を抑えられます。なんでやらないんだ。賃金を上げなければ物価高の方が上げられません。賃金を上げる上げると言っているが、具体的に何やるんだ。尽くすのかという絵が描けないと非常に無責任だと思っています。その点、両面からしっかり取り組みたいと思っております。ありがとうございます。
では、中村さんどうぞ、まあ、いつものお願いなんですが本当に簡潔にちょっとポイント絞ってお願いします。中村さんどうぞ。こんにちは、こんにちは、こんにちは、聞こえますか？聞こえます。先ほど、国会中継見てたら、自衛隊が防弾チョッキなどウクライナ政府に提供するっていうふうに言っていて、ウクライナは軍備を拡大するから停戦交渉をする場所がない、なくするか、もしくはその支援をだから難民と分けるということですね。以上です。はい、ありがとうございます。まず避難民、難民の皆様への支持支援、これはしっかり充実させるべきだという立場から、またこれ法案提出含めていろいろと検討したいと思っています。それから武器に関しては、武器輸出三原則というものがございまして、このいわゆる攻撃型ではない実装品、装備品ですよね。これの輸出、私自身も最終的にはやむを得ないし当然のことだとは思っているんですが、ちょっとこれまで整理してきた考え方、原則との関係性をよく改めて整理したいと思っております。中村さん、ありがとう。簡潔に。これから3巻の政治の行方を決める大事な大事な大事な選挙です。中田町では気なしたい議論が始まっています。憲法や安全保障政策、原発政策、国営の恥をまた巻き込んでいるような、そういう政治ではなく、新しい政治、国民の皆さんのための政治、国民が主役の政治を、私たち人間民主党、そして参議院長野県区選出、この上田が地元でございます。畑広参議院、畑広、そして私民会議員に、同じく長野県区選出、一応付け合った選挙でのご来場いただきまして、ご清聴大変ありがとうございました。失礼いたします。待ってたんだ。もっとあんな恋がしたくて、こんな夏じゃなくて、シュッとなってキュンとなって、ブーダメ磁石みたい。
勝利を祝しまして万歳三唱発表させていただきます。皆様ご唱和お願いします。万歳。